お疲れーす。お疲れーす。じゃあ下から行くよ。韓国ドラマ。プチ。うるせえ。これ全然でもラフな感じでいいか。そうだよ。これノー編集だから。何扱いなんだよ。あ、そう、ノー編集だからやばいこと言えないよ。そうだよ。あ、そうだ、これもう本当に来てないから。本当に本当に、うん、チンチンとか言ったら本当出ちゃう。言ってんじゃねえかよ。言ったら出ちゃう、これも出ちゃうから。うん、やばいじゃん。え、ちょっとこれ食べていいですか。さっきもね、食べます。撮影の俺は自分のも気になるけど、ちょっと確かに、ケンタくんいただきます。ほんとトマトスパイスカレー。あ、うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。マジでうまい。うまっ。全部別で焼いたの。うん、野菜も鶏も焼き身つけて、むちゃくちゃうまい。うん、うん、腹がマジでうまい。一回消える。皿がないと。うんうんうん、うん、両皿の、うん、うまい。マジで美味しいね。あ、これプッチーがなんかずっとさ、うん、マジで味は美味しいんだけどって言ってたから、うん、美味しくないのかなって思ってた。逆に、うまいでしょ、うん、マジでうまい。めちゃめちゃうまい。うん、うまっ。おー、両太郎のもうジンギスカンだね。合うね、うん、めっちゃ合うよ。ジンギス来る。そう、普通に二つともうまかったんだよね。うまっ。めちゃめちゃ、うん、突破。突破ね。じゃあ、うどんだけ、うどん食べた方が、ほんと、あと大根おろしとか、これご飯だとちょっと染み込みすぎちゃうかなって感じ。俺結構濃いめ好きだから。うんうん、俺も好き。でもあれだね、しょっぱいと思う。うん、うまいっすよね。このゲストのさ、味の趣味、ちょっと趣向っていうかさ、あ、濃いめが好きなのかとかさ、そういうのとかもちょっと考えないと。確かに。俺のとか言って、言ってると一生勝てないんだろうね。寄り添わない。寄り添わないよね。ほんとスープカレー作ったことなくて。いや、むずいっすよ、絶対。うん、むずいって言いますもん、うん、スープカレーは。でも全然、俺にとっちゃスープカレー寄りっすけどね。まあね。あ、液体感なんだよね、結局ね。そうだよね。サラッサラだもんね。マジでサラッサラ。サラッサラ、スープだよね、あれね。ほんとにスープです、うんうん。俺なんか食いに行ったところは、北海道行った時に、エビの、エビね、うん。もうすごいスパイスとかトマトとかじゃなくて、エビなのよ。結構食べた。それはね、新しかった、やっぱ。これもめっちゃうまい。いや、そううまいのよ。肉がいいの。手羽元。うん。うん、潔癖？潔癖じゃない。うん、もうなんかさ、何の会話今の。でも、俺らで言う、俺らでは初コラボで。そう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 。あー、ケンタはコラボしてるけど、一人で。初ナスタナピットでは初ですから。ええー、間違えたよ。なんてだよ。間違えてねえだろ。いや、なんか新鮮じゃない。ツッコミがさ、二人いるのさ。確かに。ああ、そういうことね。はい。いいんですか。ノリノリじゃねえか。ひともんちゃくとかねえのかよ。ええー、いいですか。いいよ、いいよ。ねえの。いいんですかって。ノリノリすぎるよ。ね、びっくりしちゃった。前のワンピースのブルックみたいな。わあ、いいですよ。うん、いや、でもちょっと面白いよね、うん、なんか俺がボケるとね、うん、なんか全然ね、ツッコミっていわゆる否定みたいなもんじゃん。まあそうだね。そうじゃないよとか、なんだよ、なんでだよとかじゃん。もう納得しちゃうの、なんか俺がふざけて言っても、うん、ああ、ね、あ、そうかとか、うんひどいよ。うーんってもうなるほどね、うん、ある種逃げてるからさ。いや、ボケツッコミの種類だからさ、そのツッコミの仕方がさ、うん、王道のツッコミができないのよ、やっぱ。ああ、そういうこと。だからボケのツッコミ、ボケね、無視すんじゃねえよ。すごっ。無視すんじゃねえよ。日本語覚えたの。
無視すんだねえよ。どっちなんだよ。楽しかった。いや、めっちゃ楽しかった。楽しかった。いや、なんかさ、初めてだったから、うん、で、このなんかテンションでさ、飛んのも初めてだったじゃん、うんうん、あのキッチンスタジオみたいな。なんか俺らも俺らでちょっと浮ついてんのよ、なんかふわふわしてるし、ね、まとまってないから、うん、ずっとキョロキョロしてたの、フッチーもな、うん、これ、合ってる。いや、合ってる。なるよね、そりゃなっちゃう。いや、でも良かったです、なんか最初に。やっぱ、もう大前提としてさ、俺らとコラボってなった時に、今の段階では気心が知れてる人じゃないと、うん、そうだね、うん、なんかまずそもそも多分できない。まあ確かに。し、見てくれてる方も配給のファンの方が多いから、そんな中ですよ、この絵っていうかね、うん、見られるのが嬉しい。全然違和感ないよ、めっちゃ。はい。え、いいんですか。いいよ。え、一回やれよ。一悶着あれ。焼けたよ。え、焼けた、焼けた。男ちゃん、怒られ、怒られる。何焼け、普通にサーフィン。仕事の焼けですね。仕事焼けですよ。サーフィン、サーフィン、サーフィン系。え、めっちゃ焼けてるじゃん。そう、やばい。北海道の人じゃないじゃん。あんま変わらんやん。あんま変わんないんだよ。うん、うちのが、なんか、なんなら、うん、そうだね。どうしたの。いや、ちょっとボディビルダーになろうかなと思って。おお。下から突き上げるね。まあ、これが現実だよ。もう、なん、どういうことだよ。どういう違いってんだよ。おちれ、マジで、マジで入る。あれ、マジでついたらびっくりしちゃった。いや、いいですね。全然なんかちょっとレギュラー、レギュラー。いや、でもこれがもしサンタナピクトに入ったら、うん、そのサンタナピクトじゃなくなっちゃうじゃん。トがあるし、あ、ピクトのト、うん、をもらえばいいってこと。あ、奇跡。カトゥーだから。奇跡。あ、これら確かに。なるほどね。じゃあピー誰だ。ピロシキ、ピロシキ、ピロシキ、田中ピロシキ。近いに田中ピロシキを見つけに行こう。近いに。ピロつく人をメンバーに入れようみたいな企画どう。おー、そうですね。ピーマル様っていうあの歌い手の人。おー、歌い手。いや、めっちゃ歌い手なんですよ。絶対に入ってくれないよ。確かに。これ見て歌い手の人がじゃあ入りますってならないのよ、絶対に。いや、でもピーつく人もいないよ。外人とかになっちゃう。ポール・マッカートニーとか。ピーって言ってじゃあ、どうやった。あ、ポーか。え、待って、ピーってさ、まあでもピーはピー。そう、ピー、ピーって考えてた。あ、そういうこと、びっくりした。ただのバカが来たから。いや、待って、あ、じゃあピーから始めるやつで。だピー、ピーっていうか、まあ、まあ、ピーだよ。ピー、ピーやかなのか。え、むず、ピー、ピーマルさんしか思いとこない。ピーマルさん歌い手の。そっか、ピーになった。歌い手はない。ピーでしょ。ピーなんていなくないもん。ピーちゃんとかしか思いつかない。ピーちゃん、猫の。ピーちゃんできそう。ピーちゃん、ピー。え？それこそスマスマの。ああ、あの中で木村さんのね、ピーちゃん。ピーちゃんできそう。夜子。そんなことないですよ。何分ぐらいですか。9分。ちょっと今ね、もう内調を言うと体感時間がやばいんですよ、ここに、うんね、だから、まあ、片付けもしてるんで、うん、そろそろかな。ちょっと今日短いんだけど、うちなんか言いたいこととか。確かに言いたいことでもいいし、言ったら言ったら、言ったら言ったらって、言ったら言ったらって。ちょっと年上ですけど、マジで許さないですか、ほんとね。血気盛んない。やっぱりここに出てくる人たちは乱暴な人たちね、なんかね、怖いよ、全然、うん、なんか一言に一言締める、これで締まるかもしれない。マジで一生懸命生きろよっていうのがあって、じゃあ啓太君それに対して一言、うん、受け止めたよ。